あんなの。レイ君何してるん？ここ猫部屋やで。なんかバイキンマンおる。え？バイキンマン。自分の部屋でやってや。僕たちの部屋を散らかさないで。嫌な予感するから逃げとくわ。こんなん絶対ぶつけてくるやろ。赤だよ。セイ君はそんなことしないってば。うるって、今までめちゃくちゃされてきたにゃ。もう5歳だからそんなことしないって。あ、なんか変なやつある。ジョーさんだ。ジョーさん、ジョーさん。濡れとる。濡れてたら拭いたらいいやんか。なんで怒ってんねん。僕緑ばっかり。やっぱ黄緑ばっかり。黄緑。バリバリボールの上の黄色のボール取ってくれへん。私バリバリボール乗られへんやん。これここの中入れとくか。やっぱり危険を感じるからもっと離れとこう。お姉ちゃんは本当にビビリだね。せいくん何もしないから大丈夫だってば。ボールで遊んでるだけでしょ。とにかく私はここに隠れとくから。盗んだね、最高だね。そうだね。セイ君、服にボール入れて何してるの？なんかこれある。黄緑。黄緑のボールばっかり入れたいの？セイ君が何をしたいのか全くわからないんだけど。良くないことが起こるねん。猫にとって良くないことが起こりよんねん。そんなことないってば。これで全部入ったね。何をしとんねん。ほら、言うと思った。今言うと。そんなこと言っちゃダメでしょ。全部下ネタカットなんで。え？下ネタ全カットなんで。おっぱい！全然カットしてへんやん。思いっきりおっぱい言ってたで。ママ、バイキンマン、キッタマ作る。すごいこと言ってるやん。あ、ボール投げられた。見たやろコスペ、ボール投げられたで。避難してて正解やったわ。せいくん、ほんまに下ネタはあかんて。5歳からそんなこと言うてたら、お父さんみたいなしょうもない大人になってしまうで。ムーメンマ、ダメのおっぱいマン。飲むの？飲めないの？飲むの？飲めないの？飲んでるんですけど。ちょっと面白いやん。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。また見てください。